スイッチ押しちゃいけないのか。なんかアイテム、レアアイテムでも、内心、うわ、レアアイテムでも拾ったかな、デューフーとか思ってたんだけど、真逆でござりんしたか。通勤ダッシュかな、じゃねえよ。クマさんが本当にいっぱい。そうだ、心の目で見開いてみてごらん。俺が100体いるからって言ったら、さっき言ったんだけど、本当にクマが100体あるな。この道は、あー、なるほど。本来はここで最初に、それを体験するのね。せっかく最初回避したのに。やったー、メダルテリーやったー やったぞ僕、メダルテリー。最後あの中全員クマさんどういうことやクマの中に俺が全員入ってたらヤバったんだろでもこの暗闇でさ角度によってはさこのスイッチさおお押しちゃいそうだよねスイッチなんかよくわかんないけどあこっから逆にメタルジェネレーター踏んじゃいそうだよね、見えない角度で。これはヤバタンダックスフォーエバー。いやーうわークマだ、クマって言ってばいいじゃねえよ。長っ。夕闇に髪が落ちている。これは、もしかしてチケット？チケットを手に入れた。リコ！ミジュル！もうどこに行ったの？ごめん。ピエロ恐怖症だったんだよね。ああ。だったらしょうがないよ。今度ピエロができたら、ミチルは私の後ろに隠れて。それでなるべく見えないようにすればいいんだよ。ね。カワユス。惚れてまうやろ。さあ行こう、ミチル。この先はさっきの交換所だから。無理こと合流しました。めっちゃ天使じゃ、単なる。単なるスーパーウルトラ天使ちゃんじゃん。あ、そう、セーブできる。ブルーラーセーブするわ。まあ、合流したし、またセーブデータ1にセーブしとくか。お！チケット2枚、認証。スタンプチケットに1つスタンプが押された。残り4つ。これチャプター1が、これで、終わったってことか。チャプター01クリア。なるほど。およそ1時間半プレイして1個終わりってことは、7時間ぐらいはかかるかもしれない。やっと出られたな。早く2人を見つけないと。そうだ。行くぞ。ちょっと喉渇いてない？シールに確か自販機あったよ。ああ、行ってみるか。そう、ここでやっと自販機が買えるようになるわけか。こういう時、普通俺が洗脳していくべきなんだろうな。情けねえな、俺。朝になるのは箱詰みです。まあ、リスナーの皆さんはね、無理しないで見てください、クマいっぱい。夢はいっぱいじゃないぞ、今のは。そうだな。みんなね、辛くなったら自分のタイミングで寝てください。僕はクリアするまでずっとやるんで。クリアするまで寝ずにね、休憩を挟むかもしれないけども寝ずにやるんで。
そうね、お腹も減ったし、喉も渇いたし、買ってみてもいいかもね。キャンジュースはミニのアイテムから使用でき、1本使うとその使ったキャラのみライフが回復します。へぇー。お。サーカスに行くがよい。なんか書かれてる。メダル1個につき1巻か。HP つか、減ってまんまなんだね。なるほど。メダルってお金使い道あんの？これ全部変えた方がいいのかな？いいや。そう、なんか光ってるのは謎のべき。うお、プラカー通ねえ。全部ジュースに変えた方がいい。了解でござりんす。なんか落ちた。は？決して綺麗な水ではない、泉である。つったらなんか飛んできて拾ったら、何今の。謎であった。ゲームでよくあるけど、食事で傷がなるとかすごいよな。まあまあまあ。そっか、持ってても、メダル持ってても何の意味もないなら、もう全部変えちゃうか。なんとなく、コイン、缶ジュース買わずにマックスまで貯めたいっていう謎の欲望に駆られるけども。まあ、ここは、セーブは確かあれ、下にもいたか。チャプター2のサムネを見たい。あれ？まだチャプター1の前にやってる。チャプター2が始まってないからか、正確に。初見です、ペロスケ。ご提案ありがとうございます。RPG あるある。チケットを持っているか、ちょっと引き換えに入場できます。じゃあ、チケットあるから、ちはご遠慮で。私もそれを思って最初のうち食べました。あるあるだよね。食べたくなっちゃうよね。ただまあ、出汁を染みせず使っちゃおう、今回は。このローディング画面超絶可愛いよな。ドット絵って素晴らしいね。ピエロたちのサーカス。あつかなさん、ごめん、ありがとう。具合の変更できんだ、ここで。へえ、まあ、全然ノーマルでいいな。頑張るんだ、犬。戻れねこの BGM 不安になるな。不安になるってレベルじゃない。しかもシャプター2にやってもやっぱり敵はクマなのね。うおー、一匹引っかかってるけど、なんか高速で追いかけてきてるよー。ジャンプで！今下に道が開いたね。久々に出た。ゲームオーバー。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもハゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。まずはゲーム実況、 YouTube 限定に撮ったゲーム実況動画を投稿しております。続いてビデオブログ、いろんなものを食べたり様々な商品のレビューを行っております。最後にニコ生アーカイブ、気になった雑談放送やニコ生でやったゲーム実況放送を動画にして投稿しております。その他にもいろんな人とコラボした動画や
私、シャケドリクマグロとタケ、赤髪の友、ペイントの4人でやっているスーパーフラットのゲーム実況、そして YouTube でやった公式番組の動画などもありますので、よかったら全部チェックしてみてね。たまらんなー。